はい、おはようございます。深村です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、ちょっとね、ぼかし肥料で後期性と嫌気性ってありますよね。で、その菌種ですね。で、例えば後期性のものを使って、嫌気性発酵とかね、嫌気性のものを、嫌気性菌を使って嫌気性発酵とか、これ何がいいのかっていう話なんですよ。で、まあ、代表的なのが例えば後期性菌は納豆菌で、嫌気性菌だったら乳酸菌とかね、あると思うんですけど、まあ、僕はねよく使うのがあと酵母菌とかね使うんですけど、まあ、ここら辺でですね、例えばぼかし肥料で去年から作ってるものが嫌気性のぼかし肥料っていうのを作ってるんですね。で、この嫌気性のぼかし肥料を作っていく中で、例えば納豆菌なんていうのをね使うとですね、納豆菌はあれ後期性の発酵じゃないのかなっていうふうになるんですね。ってことは後期性発酵させた方がいいでしょうみたいなことがあると思うんですね。で、これ実はですね、僕何度かね、実験好きなんでいろいろやるんですけど、この納豆菌を使って米ぬかをベースにして嫌気性のぼかしはできるでしょうかっていうことなんですけど、結論はできます。これ間違いなくできます。納豆菌と乳酸菌を含んだ、要は嫌気性のぼかし肥料とかですね、そういったものができます。またはですね、発酵水なんていうのも作ってるんですけど、発酵水ですね。これもね、重要ですからね。どういうのかっていうとこういうのですね。まあ、これは乳酸菌と酵母菌をね、ベースにした発酵水なんですけど、こういったものもね、作れます。で、この中に例えば納豆を入れるとどうなるのかっていうと、納豆菌も含まれた、発酵水になります。要は乳酸菌、酵母菌、納豆菌、こういったものが含まれた発酵水もできます。要はぼかし肥料も乳酸菌、酵母菌、納豆菌、これがね含まれた、ぼかし肥料もできるんですね。で、こういったことができるようになります。おかしくないって思うかもしれないですね。で、これね、おかしくないんですよ。おかしくないんです。これ仕組みが分かればおかしいなんていうことはね、起こらないんです。これね、やっぱりね、人ってね、なんかね、白と黒ってはっきりつけたがるんですけど、つかないんですよね。で、まあ、微生物の発酵分解の過程って、例えばベースになるのが、腐敗と発酵とかってありますね。これ両方どちらも一緒なんですよ。どちらもね。で、まあ、要は、今回は発酵ということでね、フォーカスしてちょっと話をしていくんですけど、例えば、乳酸菌とかね、ヨーグルト菌なんて言われてる代表ありますよね。ああいったものがですね、例えば、嫌気性菌なんていうと、嫌気性菌っていうのは、例えば、このようなですね、液体の中でしか菌がね、活動することができないなんていうね、そういう特徴があったりするんですね。だから、菌の、この液体ですね。この液体の外、空気が含まれているところ、ここで増殖することってできないですよね。これが嫌気性菌の特徴なんです。じゃあ逆にですね、後期性菌って言われてる納豆菌ってどうなのかっていうと、この液体の中で増殖することができるかっていうと、できないんですよ。で、じゃあ、この外の部分、こちらの部分で増殖することっていうのはできるんですね。で、納豆菌なんていうのは結構ね、最強菌なんて言われてて、例えばこれね、煮沸して100度になっても納豆菌死滅しないなんていうね、そういうこともね、言われてたりですね。あとはなんか氷点下30度ぐらいでもね、普通にね、不活化しないで生きてるなんていうね、そういったこともね、言われてるぐらい最強な菌なんで、まあ、納豆菌をね、使うといいんですね。じゃあ、納豆菌使うとどういうふうになるかっていうと、嫌気性のね、ぼかし肥料を作った時に、どういうことが起こるかっていうと、表面のところがね、空気に触れてる部分のところが白くなるんですよ。で、ぼかし肥料、蓋をね、嫌気性のものを作った時に、蓋を開けて、例えば2、3ヶ月経ってからですね、開けてみると、ふわーっと香りがしてくるんですね。いい香りがしてくるんですよ。甘酸っぱい香りが。酵母菌入れると、さらに甘い香りまでしてくるんですけど、で、ここに納豆菌まで入れるとですね、納豆の香りまでしてくるんですね。要は、納豆菌も増殖してる。要は、酵母菌も増殖してる。さらに、乳酸菌も増殖してる。じゃあ、どういう風になってるのかってことなんですよ。ここがポイントになるんですね。で、ポイントになるという風に言ったんですけど、まあ、要は結論は、だからできるんです。納豆菌でもヨーグルト菌、乳酸菌でも、要は後期性菌でも嫌気性菌でもあってもですね、嫌気性発酵は作れます。これが結論です。間違いなく作れます。まあ、というかね、普通に作りました。たくさん作りましたんで、これはもう間違いないです。間違いなく作れます。で、納豆菌の場合は、本当納豆の香りがします。で、納豆の香りがするんですけど、じゃあ、その、ぼかし肥料の中の方をね、ほじくるとですね、しっかりとした甘酸っぱいね、納豆の匂いもするんですけど、酵母菌とかね、使うと面白いんですけど、ドライイーストとかね、ぶち込むと面白いんですけど、乳酸菌の甘酸っぱい匂いとかですね、発酵した匂いですね。こういったのができます。で、こういうのもですね、まあ、pH テスターとかね、あると使えます。で、僕、pH テスターも持ってるんで、まあ、基本 3.5 っていうね、pH の数値があるんですけど、この基準を上回ってるか下回ってるかぐらいで、ぼかしのね、出来上がりの、加減というのが見分けることができます。これは数値化することによって見分けることができるんですけど、もう一つはですね、匂い。発酵してる匂い。まあ、これはですね、作った方にしかわかりません。で、そこはですね、ちょっと言葉にするというのはですね、まあ、先ほど言った甘酸っぱい発酵した匂いですね。まあ、こういったのがしてるとですね、まあ、ほぼ完成ですね。ですから、まあ、結論はどちらでもできますということなんですね。で、ここら辺のところがですね、まあ、よくね、コメントいただくんですよね。で、今日はちょっとお話動画っていうことなんで、ちょっとご了承いただければと思うんですけど、コメントでいただくのが、嫌気性菌で納豆菌使ってうまくいくんですかみたいな。通常好気性菌なんで、それってご法度じゃないですかみたいなこととかもあるんですけど、まあ、多分ね、作ったことないんですよね。作ったことある方であれば、これで、ね、作れるんだっていうことを知るんですよね。で、じゃあ、それで、ね、その後の効果ってどうなのかっていうと、乳酸菌ベースにしたものでも非常にいいと思います。これもやりました。で、まあ、結論はね、酵母菌がね、結構いいんですよね。まあ、評価の中で結構高い。乳酸菌と酵母菌を使ったのが高い。で、まあ、納豆菌入れてもいいんですけど、納豆菌も高いのかなと思うんですけど、酵母菌の方がまあ個人的にはね、ハイブリッドとしてはいいのかなっていう効果がね、あります。まあ、何がいいかっていうと、植物がですね、ものの数日でボンとね、大きくなるんですよね。これ本当なんですよ。本当にボンと大きくなりますんで、まあそれぐらいね、効果がね、あるのが納豆菌、いや、違うな、乳酸菌と、酵母菌の発酵ですね。発酵水、ここのところよく使ってるんですよね。で、この発酵水も、結構ね、ここ最近上げてます。で、これ、まあ僕は使ってね、良かったなと思ってるんで上げてるんですよ。で、まあ、例えば栽培の仕組みとか、ちょっと話それちゃうんですけど、栽培の仕組みとかっていう一般的なスタンダードなやり方ってありますよね。もうパッケージされてるものとかってあるじゃないですか。で、あれだけじゃないんですよ。あれだけじゃないんです。あれでも作れると思うんですけど、そうじゃないんですね。元々の、要は仕組みが分かってると、応用アレンジってできるんですね。で、これを応用アレンジするのがですね、例えば発酵物とか、微生物とか、こういったものをですね、ほんの、まあ要は料理で言うと調味料と一緒なんですね。これをね、少し変えてあげるだけで、劇的に変わります。劇的にね、すごくね、植物が変わっちゃうんですね。まあですから、植物が変わるってことは土の状態もふかふかっていう風にね、なるんですね。まあ、要はアミノ酸とかをね、豊富に含んだお野菜になるんですね。まあ、もうちょっと話それちゃうとですね、この間上げさせていただいた乳酸菌をベースにした土作り、3つの要素なんていうのをね、ちょっと上げたんですけど、まあ、これがですね、有機物。まあ、これが、もみ殻牛糞堆肥だったかな。で、まあ、それと緑肥。で、あとは乳酸菌。この3つをですね、ベースに、畑をね、土作りしてあげると、非常にいいね、お野菜が取れますよっていうのがね、お話ししたんですよね。多分、その時お話ししたのかな。で、要は、人参とかね、大根とか栽培された方、よくわかると思うんですけど、人参がね、例えば1本でスーッとね、下まで伸びるような人参。で、あとは、オレンジ、または赤まではいかないんですけど、よくね、ベータカロテンなんていうね、そういったね、物質をね、よく豊富に含んでる人参をね、取りたいですよね。収穫したいですよね。でも、実際気づいたら2本になってるとか3本にね、人参が分かれてるとか、こういうのをね、栽培された方いると思うんですけど、これ土が硬いのかななんて思う方いらっしゃると思うんですけど、実は違うんですね。結論はそこじゃないです。今日はそのお話をね、まあ、次回しようかな。どうしようかな。まあ今日します。栄養がしっかりと分散してないんですね。点在してないです。栄養がしっかり点在していると、根がスーッと下まで伸びます。ですから畑の土作りが悪いと、例えば2本、3本、4本なんてね、人参が分かれたり、大根もそうなんですね。あさっての方向に伸びちゃったりですね。変な形をした大根が取れるのってあると思うんですけど、ああいうのもね、みんな栄養が全部分化して分かれてるんですね。で、これをしっかりと整えてあげるのが先ほどのもみ殻。例えば、まあ、米ぬか入れてもいいですね。緑肥。あとは乳酸菌。こういったものをですね、しっかり畑に投入しといてあげて、しっかり寝かしておくんですね。で、乳酸菌は水が好きですから、畑をね、耕運するときは、しっかりと水を与えて耕運してあげるんですね。で、しっかり寝かしておいてあげると、畑がですね、この畑の位置がですね、ボンと上がります。要は、このボンって上がるのが微生物の量なんですね。で、そこに大根や人参があると、根がスーッと張っていくんですね。スーッと。一本に張っていく。こういうことになるんですね。ですから、まあ、微生物ってそれぐらいね、非常に重要な要素になってるんですね。で、これを、例えば畑の中で何が起こってるのかっていうと、まあ、要は、堆肥化されるとかね、発酵されるなんていうことなんですね。で、ぼかし肥料を作ってる方も、発酵なんていうふうに言ってるんですけど、これ、畑でも全く同じことできるんですよね。同じことが起こります。ですから、そういうふうにね、もし、ご自身が管理している畑とかプランターでもいいんです。お野菜がうまく育たない、根菜類がうまく育たないなんていう風になってたらですね、土がうまくできてないという風になるわけですね。ということでちょっと話がね、ちょっと脱線しましたけど、今日はですね、そのぼかしというところでですね、嫌気性、この納豆菌使っても大丈夫なのか、いいのか、どうなのか、好気性なのに嫌気性大丈夫っていうようなね、まあそういったところでね、ちょっとお伝えさせていただきました。今日は本当ね、お話動画ということで、本当ね、3月下旬、今日がね、非常に暑いんですね。で、この、僕ね、通常だとね、まあまたちょっと話それちゃうんですけど、2月の下旬か中旬くらいから夏野菜の種まきやるんですけど、まあ一回やったんだけど、まあそんなに、それほどはやってないんですけど、うまくいかないんですよね。で、これうまくいかなかった理由っていうのがですね、すぐ3月に入っちゃったんですよ。2月の下旬に巻いて。で、皆さんどうだったでしょうね。まあ、しっかりとね、ハウスとかね、まあ、要は風がね、大敵なんで、風とかね、温度ですね。これをしっかり管理されて、ハウスの中で管理している方はですね、まあ、育苗というのはうまくいったと思うんですけど、そういうことをやられてない方はですね、多分この3月がですね、積算温度といって、多分全体で400度いってないと思うんですよ。この400度っていうのは平均すると30日で割ると13度とかそんなぐらいになるんですけど、まあこれがですね、400度以上とか600度未満とかね、それぐらいの間になってくると発芽スイッチっていうのが入るんですね。夏野菜の。で、まあこのスイッチが入らないとなかなかね、種まきしても芽が出てこないなんていうことが起こるんで、なかなかそういうのでね、この3月ね、寒かったんですよ。苦労した方いらっしゃると思うんですね。なので今年はしょうがないからホームセンターで、苗買っちゃおうかななんて思うんですけど、まあそういった方もいらっしゃると思います。本当ね、話すごく脱線してますからね。脱線してるんですけど、今日ちょっとお話動画っていうことでちょっとやりますんで、最後まで聞いていただければと思うんですけど、夏野菜ね、ポイントです。これ、今ね、売ってるんですよ。夏野菜が。今っていうのは3月の下旬に夏野菜売ってます。これ定食しないでください。定食すると枯れます。枯れますというのは管理をしないで、あることをやらないで定食しちゃうと枯れますんで、しっかりと枯らさないように、ゴールデンウィークまであと1ヶ月間は、風の当たらない、あとは氷点下にならない、霜の当たらない場所で管理をしてください。そうするとゴールデンウィーク頃にしっかりと定食ができます。ただゴールデンウィークになってもですね、夏野菜はまだ寒いんですね。ってことは成長しません。ですから、しっかりと不織布をかけておく。ビニールトンネルでもいいんですけど、不織布が一番いいです。初期生育が非常に大事です。ということで、今日はすごくね、話脱線していきましたけど、まとまらないお話ということでね、終わりにしていきたいと思います。ということで、今日の動画、良かった方は高評価、またね、チャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうも。